こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、皆さん、この女性を逃したくないとか、こんな女性もう自分の前に二度と現れないかもしれない、絶対この人と付き合いたいっていう風にね思った経験ってありませんか？結構ね、私のところにですね、自分に好きな人がいて、もうこんな素敵な女性いないかもしれないから、絶対に逃したくないんです。絶対にお付き合いしたいんです。この人がいいんですみたいなね、質問をよくいただくことがあります。ということでですね、今日はたった一言で好きな人を惚れさせる極上テクニックというお話をさせていただきたいと思います。そんな女性をね、たった一言で落とすことができたら、あなたもすごく幸せになれると思うんですよね。じゃあ、なんでそのたった一言で落とすことができるのか、本当にたった一言で好きな女性を落とすことができるんだろうかっていうふうにね、疑問に思う人もたくさんいらっしゃると思うんですね。なんで言葉で女性を落とすことができるのか、それはですね、女性というものは言葉をすごく大切にしている生き物なんですね。っていうのも、これはですね、生物的な問題もあるんですけれども、男性が狩りに行きますよね。狩りに行って動物と取りに行っている間に、女性っていうのはコミュニティを作ってね、木の実はどこにありますよとか、そうやって女性同士のコミュニティを作って、そして言葉というツールを使って、生き延びてたわけですよね。だってね、木の実がどこにあるかとか知らなかったら、もしあなたが狩りに行って、ね、帰ってくる保証ないわけですよ。昔は携帯電話もないし、まあ、ポケベルもないし、ポケベル知らない人いるかもしれないけど、まあ、何にも連絡ツールがないわけですよね。だからこそ女性っていうのは、自分の子供だったりとか、自分の命を守るために、そうやってコミュニティを使って、言葉というものを使って生き延びてきてたわけですよね。だからこそ女性っていうのは言葉を大切にしていて、言葉というものにすごく敏感な生き物なんです。じゃあ、その言葉が敏感な生き物、言葉にすごくね、反応して大切にしている生き物に対して、どんな言葉を投げかけてあげたら女性はあなたのことをいいなって思うか、それはですね、もし、もしも理論です。もしっていう言葉、例えばなんですけれども、もし彼氏ができたらどんなことしたいとか、もし僕と付き合ったら何をしたい、どこに行きたいみたいな感じで、もし彼ができたら、もし自分と付き合ったらっていう、もしも理論を言ってあげてほしいんですよね。なぜかというと、もし、例えばあなたが、もし私と付き合ったら何したいですかって聞かれたら、一瞬想像しませんでした？人っていうのは、もし何々だったらどうですかって聞かれた時に想像するんですよ。もしあなたと付き合ったら、僕と付き合ったら何したいですかって聞かれたら、聞かれてしまった女性っていうのは、あなたと付き合ったらっていう風に想像するんですね。あなたと付き合っている状態っていうのを女性っていうのは想像します。これみんなそうなんですけれども、質問をされたら脳みそっていうのは自動的に答えようとするんですね。それが僕と付き合ったらっていうふうに言うと、ちょっと重く感じると思うんですけれども、もしもだよ。もしもの話で、もし万が一君が僕のことを好きになってくれたとして、そして僕と付き合うとしたら、僕とどこに行きたいって聞かれたら、女性はあなたと言っている、あなたと付き合っている、あなたとデートをしている、お付き合いをしてデートをしているシーンを想像するんですね。で、想像する。っていうことは、脳みそっていうのは現実か今かも、未来か現実かもわからないし、嘘か本当かもわからないし、想像かどうかもわからないんですよ。全部現実だと思うんですね。だから脳みそに、あなたと付き合った姿を相手の脳みそに想像をさせるだけで、相手の女性はまるであなたを彼氏のように脳みその中で扱うようになるんですね。
そして思うわけです。あれ、私あなたと付き合っているんだっけっていうふうに分からなくなります。そして私あなたのこと好きかもしれないっていうふうに脳が勝手に錯覚をしてくれて、そして惚れてしまう可能性があるんですね。だからもし僕と付き合ったら何をしたいとか、もし、まあ、彼氏ができたらっていうのでも OK です。もし彼氏ができたら何をしたい、もし彼氏ができたらどこに行きたいっていう言葉を相手の女性が楽しめるように想像をたくさんさせてあげるんですね。例えばこれもなぜかというと、脳っていうのは想像する、してしまうんですよ。質問を投げかけられた時に。だから質問もプラスの質問を投げかけてほしいんですね。絶対に間違ってもマイナスの想像をさせないこと。もし付き合ったらとか、もし、こんな未来があったらみたいな感じで言ってください。例えば、見ないでくださいって言ったら見たくなりません？これ絶対見ないでくださいねって言ったら、見たくなりますよね。そうやって人の脳みそって想像するようにできちゃってるんですね。もうそういう風にできちゃってるから、プラスのことを想像させること、あなたとの未来を想像させるような、そんな質問をたくさん投げかけてください。もし僕と旅行に行くとしたら何したいとか、そういう具体的な例とかで挙げてもいいと思います。もしも理論で、もし行くとしたらどこかなみたいな。じゃあもし僕とどこに行ったらどんな風なデートがしたいとか、そのもしも理論を深掘りしてあげる。そうすることによって、相手の女性はあなたとデートしてたり、あなたと日常を過ごしてたりとか、あなたと日常のその週末過ごす姿とか、あなたの質問によってあなたとの未来っていうのを勝手に想像するようになるんですね。想像させた物語です。あなたがどんな未来を想像してもらいたいのかっていう質問集っていうのをいくつか作っておくといいと思います。もし僕と付き合ったら、もし僕と結婚したら、どんな結婚生活をしたいみたいな感じで投げかけてあげる。で、その僕とっていうのがちょっと恥ずかしかったら、もし結婚したらでもいいです。脳みそは認識をしないので、主語を認識しないので、まるで目の前にいるあなたのかのように思う。でも頑張って言えたら僕とって言った方が、あなたとっていうことをより鮮明に、リアルに想像するようになりますので、ぜひね、勇気を持って。で、言葉っていうのは簡単ですし、もしもだよって言ったら言いやすいと思うんですよね。僕と付き合ったらってちょっと抵抗があるかもしれないけど、もしも、仮定の話だよ。もしも僕が頑張って君の心をつかむことができて、もう頑張るから。でも、もしも僕と付き合うことができたら、どこ行きたいとか、そういう言い方だったら、すごくユーモアもありますし、相手の女性もすごく答えやすい。みたいな、どうしようかなみたいな、もしあなたでしょ、あなたと付き合ったらでしょっていう風に思ってくれます。ぜひこのもしも理論プラスね、絶対ネガティブなことは聞かないように、プラスのね、ポジティブな質問っていうのを心がけていってください。まとめます。もしも理論です。女性をたった一言で落とすことができるようになるには、もしも理論っていうのを、もし何々だったらどう思う、これを頻繁に使ってあげて、女性の想像力を駆り立ててあげる。それもあなたとのプラスの未来への想像力を駆り立ててあげることによって、あなたの未来、あなたと二人の未来、あなたのことが好きなんだっていう風に勘違いをさせることができます。ぜひやってみてください。今日は好きな人の気持ちが一発でわかる極秘テクニックというお話をさせていただきたいと思います。はい、ではじゃあどうやったら相手、好きな女性の気持ち、感情がわかるのか、それはですね、ポイントがあります。3つ今日はお話をさせていただこうと思います。女性の感情っていうのは、よく見たり、よく聞いていたり、相手をですね、よく見たり、よく聞いていたりすると、如実に現れています。だから、あなたは女性のことをよく見て、女性の話をよく聞いてっていうことをしていただきたいんですね。何話そうかなとか、自分がこう思われたくないなって
ね、こう思われたいなとか思う前に女性の表情を見たりとか、ね、とにかく女性をよく見ていただきたいです。まず一つ目、さっき言っちゃいましたけど、表情に現れます。女性の気持ちというのは表情にすごく現れてきます。 微細だったりするので、よく相手の顔を見ながらお話をしてください。例えばですけれども、あ、嬉しいって言ってもなんか口角だけ上がってるけど、実はなんかあんまり笑ってなかったりする時ってあるんですよね。その微細な表情、あーそうなんですね、わかります、あーそうだ、すごいですねって言ってるのと、えーすごいですねって言ってるのって違いわかりますよね。こうやって女性ってよくよく表情を見ていくと、ね、笑っているようで笑っていなかったりする時ってすごくあります。なので女性の表情を、例えばいきなり、ね、話していてぼーっとする時間があったりとか、 目もそうですけれども、目がえってびっくりしたりとか、興味がある時は瞳孔が開くといって目をパチッて開けたりするんですよね。興味ない時は瞳孔が閉じるので、こういう感じになります、わかるかな、こういう感じだったりってなったりとか、この目の動きとか、これも表情の一つですけれども、目の動き一つ取ったり、目の開け方だったりとか、そういうのでもよく見ると、女性は興味ないとき瞳孔閉じてます、あーすごいですねみたいなね、あーすごいですねっていうのと全然違うの分かりますよね。そうやって目の動きだったりとか、顔の表情っていうのをよく見る。目の表情って言っても分かるかな？目の表情を見ても分かるので、相手の表情っていうのをよく見てください。興味があるとき、興味がないとき、楽しいとき、そうではないときっていうのがすごく分かります。はい、そして2つ目、声のトーンです。さっき私が声のトーンを変えたの分かりますか？あーすごいですねっていうのと、えーすごいですねっていうのってトーン違うんですよね。で、声のトーンが低いときは大概あんまり興味がなかったりします。もちろんずっと声のトーンが高いわけではないので、その話の内容と合わせて聞いていただきたいと思うんですね。なので例えば、えーそうなんだ、へーそうなんだって声のトーン上げてたのに、あそうなんですねってなった時は、あからさまに興味がなくなった、その話に興味がないということです。なのでその女性の声のトーン、その人なりのトーンってあるので、まあ、強弱もそうなんですけれども、声っていうのをよく聞く、だから相手の女性の話をよく聞かないとそういうのってわからないんですよね。だからこそトーンが上がる下がる、声の、あの高さもそうですけれども、ボリュームもそうですよね。へーそうなんですね、へーそうなんですねっていうのはまた興味の関心度合いが違います。あそうなんだ、そうなんだ、えー、そうなんだって言ったら、その大きくってちょっと声のトーンが高くなった時に興味を示したっていうことになります。なので興味を示したって思ったら、その話をよくしてあげる、よく掘り下げてあげる、そのことについてたくさんお話をしてあげると女性は喜びます。相手の興味っていうのは声のトーンだったりとか強弱だったりとか、そういうのをよく聞いていればすごく如実にわかるんですね。なので相手の女性を本当によく見てください。相手の声をよく聞いてください。本当にわかりやすいぐらいに出てます。それを逃してしまうのは自分にフォーカスが当たってしまっている時なんですね。自分にフォーカスが当たってしまって相手の表情をよく見なかったりとか、相手の言葉をちゃんと聞いてなかったりすると、相手がどんな気持ちでいるのかっていうのがわからないんですよ。相手の気持ちがわからないっていうのは相手のことをよく見れていないということなんですね。相手をよく見れていなくて自分を見てくださいってやっちゃっている証拠になります。なので、会話というのは相手をよく見ること、興味を持つことがすごく大事ですので、相手の顔、ね、相手の表情だったり、相手の強弱、声のトーンねっていうのをちゃんと見てあげてください。女性っていうのは分かりやすく、ちゃんとよく見れば分かりやすく表現をしてくれています。そして3つ目はですね、行動です。まあ、行動っていうか体勢が分かりやすいと思います。人って興味を持つときに体勢が前のめりになるんですね。興味がないと体勢が後ろのめりになったりします。
その相手の体の動きだったりとか、体の近さだったりとか、あなたからの距離だったりとか、そういうものによって女性っていうのはあなたへの興味だったりとか、あなたの会話での興味っていうのを示しています。楽しいって思うときは楽しいとはなんないわけですね。え、楽しいってなるわけですよね。なのでその体勢だったりとか、そこで相手の興味とか相手の気持ちっていうのが一発でわかります。なので体勢っていうのもよく見ることで、表情だったり声のトーンだったり体勢だったりっていうのをよく見れば、女性の気持ちっていうのは一発でわかることができます。で、感情を動かせる人が相手の心をつかむことができるんですね。相手の感情がこう前やもりだったり、表情が動いたりとか、声のトーンが上がったりとか、それをあなたがすることによって女性の心は動いてるわけですよね。わあ嬉しい、わあ楽しいっていうことをキャッチすれば、そこについて話をすればいいだけなんですよ。それをキャッチしないから、せっかくそうなんですかって興味を持ったのに、あなたがそれを見逃して違う話をしてしまったりとか、女性はあ、さっきの話すごく興味あったんだけど、なんか話変えられちゃったなっていう風に思ったりとかしてしまいますので、感情が動いた時をキャッチする力をつけてください。感情が動いた時っていうのは、さっきも言ったようにおさらいすると、表情、声のトーンやボリューム、そして体勢ですね。その体勢など、その3つが変わったことをキャッチして、そしてそれについて話すことができる人っていうのがモテにつながりますし、好意を持ってもらえるっていうね、流れになりますので、ぜひね、そのキャッチする力をつけてください。おさらいしますね。さっきも言ったように何度も言いますよ。表情ですね。目の表情だったり、口角の表情だったり、もう全体的な表情を見て、明るい、口角が上がってる、目が開いてるっていう時は興味を示しているだけです。そして2つ目、声のトーンや強弱、声のトーンが上がった時はその話に興味がある、あなたに興味があるということです。そして声が強かった時もそうですね。声の強さだったりもすごく大事な要素になってきますので、聞き漏らさないようにしてください。そして最後は体勢です。体勢が前のめりで、とかね、こういうのもありですよね。そういう体勢が前のめりだったり、手をこうやって、そうなんですかってなった時は、すごく興味を示している証拠になります。見逃さないように、聞き逃さないようにしていてください。女性の心が一発で分かれば、あなたはすぐにモテるようになりますので、注目していてあげればなと思います。はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つのモテる動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達を募集してます。今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。